今回はストライクを見逃すなという話をしていきます。このバッターというのはやはりこの打つというのは非常に楽しいことでもありますし、野球において重要な一つのことであるので、このストライクが来た時に見逃すのではなくてどんどん打ちに行くと。で、例えばストライクがなかなか入らないようなピッチャーが相手の時こそ、この少ないこのストライクを見逃さずにこう打ち返すということをやってほしいなと。だからフォアボールを狙ってフォアボールで塁に出るというのではなくて、ぜひ打って塁に出るということを目指してほしいと思います。そもそも野球というのはピッチャーがストライクを投げてそれをバッターが打つというのが野球なので、このフォアボールとかストライクを振らないとかそういうのではなくて、ストライクが来たらどんどん打ちに行く、そういうことを心がけてやってほしいなと思います。で、その打つ楽しさ、ヒット打つ楽しさ、ホームラン打つ楽しさ、こういうところをどんどん味わってほしいなと思います。以上になります。